2023年全日本カート選手権シリーズ第4戦 FS125 JAF 部門決勝ヒートとなります。このレースはフラワーペイメント株式会社様、アルファエネフォメーション株式会社様、ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社様、住友ゴム工業株式会社様、株式会社小島ブレンファクトリー様、株式会社ザロックスジャパン様、有限会社ベア様、株式会社ビプロス様、以上のご協賛により開催しております。それではスターティンググリッドをご紹介してまいります。ポールポジションからのスタート、ゼッケンナンバーは11番レーシングチームワールド佐藤柚月。さあこのまま第3戦第4戦連覇逃げ切りとなるんでしょうか。そしてフロントロー2番手グリッドからのスタートは、ゼッケンナンバーは50番フォーミュラブルーアッシュ伊藤瀬奈です。失礼しました、これは先ほどの第3戦はこの佐藤柚月はフロントフェアリング、脱落によりまして優勝を逃しているということになりまして、つまり第3戦の優勝はこの伊藤瀬奈です。さあしかしね、この第4戦ではトップチェッカーでの優勝を取りたいところではないでしょうか、伊藤瀬奈。そして3番でグリッドカーのスタート、ゼッケンナンバーは22番ファーストガレージ B-MAX 酒井翔太。そして4番手からは29号車エナジージャパン中尾です。そして5番手からは16号車チーム長尾佐藤心。そして6番手からは69号車ネオスピードパーカーと KBF 川福健太。以上が上位6台となります。続きまして7番手からは61号車 HRS ジャパン塩田総一郎。そして8番手からは25号車 HRS ジャパン松本るきと、そして9番手からは74号車 HS モータースポーツ人見翔馬、10番手からは18号車モティーズレーシングチーム秋葉瀬奈、11番手からは34号車 HRT ウィズカローラ新茨城 CSI レーシング岡澤圭吾。この岡澤圭吾はエンジン交換によりまして最後尾からのスタートという形になりました。さあこれでまずはフォーメーションラップ1周に入ってまいります。さあ時刻は3時を過ぎまして、一気にちょっと気温が落ちてきたかなという印象がありますね。路面温度も 35.8 度まで下がってまいりました。まあ、路面温度が低くなりますとグリップは比較的ね、安くなってまいりますので、まあ、暑くなりすぎずにこのロングディスタンス走り切ることができるという可能性があります。周回数は22ラップとなります。長めのレース。さあこの FS125 JAF 部門の第4戦の決勝ヒート、佐藤柚月はこのままポール2ウィンで逃げ切ればフロントフェアリングが落ちるということもないですから、まあこのままね逃げ切りたいという形になるでしょうけれども、やはり横からは伊藤瀬奈、後ろからは酒井翔太、そしてそのさらに後ろからは中尾という形でね迫ってまいります。中尾正義は第2戦で優勝を果たしておりますからね。さあこの中尾正義の走りも速さも見くびることは当然できません。そんな先頭の佐藤柚月、さあフロントフェアリング脱落なきままこのままポール2ウィンを取っていきたい佐藤柚月がゆっくりゆっくりと隊列を立ち上げてまいりました。 FS125 JAF 部門、さあ隊列立ち上がってまいりまして、あなんか佐藤柚月のちょっとこれはスタート揃わず、小手は佐藤柚月のペースがおかしかったでしょうかね。スタート揃わずやり直しとなります。スタートはやり直し、ちょっと佐藤柚月がかぶってたような感じも見えましたけれども、ちょっと分かりませんね。故意ではないような動きに見えましたけれども、ちょっと分かりません。かぶりながら後ろがねちょっとそれで玉突きになってしまったように見えました。さあこれはその原因を作ったということで11号車佐藤柚月に対しまして白黒が掲示されております。
さあ隊列が今度こそ揃っていきました。コイローラインが上がってくる。でもちょっと佐藤柚月のマシンの挙動がやっぱりおかしい。これはなんだ。さあしかし隊列は立ち上がってまいりまして、スタートが切られていきました。佐藤柚月のマシンの調子がおかしいのは何でしょうか。あの動きはちょっと初めて見ましたね。さあそうは言いながらも佐藤柚月はホールショットを取っていきました。さあそして佐藤柚月の後ろ、酒井翔太が佐藤柚月と一緒に2番手に上がってまいりました。3番手スタートの酒井翔太が2番手に浮上。伊藤瀬名は一旦3番手には下がりました。そして3番手伊藤瀬名の後ろに29号車な、あ失礼しました、これ佐藤心ですね。佐藤心が4番手。さあちょっと今のでもね、スタートの切られ方ですとフロントフェアリングが落ちてないか後方のドライバーたち心配になってしまいますけれどもね。さあフロントフェアリングが落ちてないことを祈るばかり。そんな中でオープニングラップ先頭で戻ってまいりましたのは佐藤柚月。佐藤柚月が先頭、2番手は22号車酒井翔太です。さあ酒井翔太が2番手、その後ろには伊藤瀬奈。さあ伊藤瀬奈が動くか。4コーナー飛び込んだ伊藤瀬奈。伊藤瀬奈がここで飛び込みまして2番手に浮上。さっと手を上げていきました。さあジェントルなドライバー伊藤瀬奈、これで2番手に上がりまして、でも自信があるんでしょう。自分は速さありますから、先頭の佐藤柚月をこのストップ争いに巻き込めるはずという、そんな自信も見て取れました。さあこれで伊藤瀬奈が2番手に上がりまして、3番手が酒井翔太、そしてその後ろは少し厳しそうですけれども、それでも4番手中尾です。さあ中尾はこれ上がってきたんですね。佐藤心をかわしまして4番手に戻ってまいりました中尾。さあ中尾正義が現在4番手、エナジージャパン、その後ろにチーム長尾、16号車佐藤心です。そしてその後ろには25号車松本るきと、こちらは HRS ジャパンということで HRS ジャパンが並びます。その後ろには塩田総一郎。さあ塩田総一郎は今日はやはり苦しい展開。そしてその後ろは少し間が空きましたが、セカンドグループの集団のトップと言っていいでしょう、69号車川福健太。さあ今回参戦している中では最高齢ドライバーの FS120 号ジャフ部門の最高齢ドライバーの川福健太、お兄さんドライバーがしかし今岡澤敬吾にかわされまして、ポジション一つ落としていく。さあ岡澤敬吾はこの集団から抜け出していきたいところ。さあ岡澤敬吾、その後ろ川福健太、そして人見翔馬、秋葉瀬奈と続いていきます。コース上レースは残り18周、長い長い22周のレースとなります。現在4ラップ走行終了、先頭はまだ変わりませんが、伊藤瀬奈今度こそはということで佐藤柚月をなんとか離すまいと捉えている2番手伊藤瀬奈50号車。そして3番手には22号車酒井翔太です。その後ろには29号車中尾、そして25号車松本、16号車佐藤心、そして61号車塩田総一郎と続いていきます。さあ現在は9番手69号車川福健太、まあ、これだけ若いドライバーたちの中で40近いドライバーということで、本人としてはね全く気にしてはいないということで自分の走りをするだけということでした。それでも若い心が若いドライバーですから、心はセブンティーなのかなという話もありましたけれども、まあ、本人としてはね普段はレンタルカートのスプリント耐久レースに出ておりまして、今年はこの全日本 EV カート選手権にも参戦しているというドライバーです。そして今回は KBM 様対そうあとですねネオスピードパーク様のご協力いただきまして、さらに TKC のサポートをいただいての参戦ということで、今回 FS125 ジャフ部門への参戦となりました川福健太。
このエンジン、タイヤ、カート全てのパッケージが初めてのレースウィークということで、そんな中でね、用意してもらったマシンでパッと乗ってレースをする、そんな中でも実績を出していくのが得意というこの川下健太。さあそんな中でもやはり若手の勢いに少し押され気味でしょうか、川下健太。現在9番手を走行中、69号車川下健太。ただタイムとしては43秒5までタイムは出ている様子。全体で F125 弱部門7ラップ走行終了して、レースは残り15ラップというところです。さあそしてこちらもちょっと今日はペースがなかなか厳しい状況ですが、18号車の秋葉瀬奈、現在最後尾11番手を走行しております。ただね、早いクラスでこの新東京サーキットで優勝した経験もございますので、ちょっとこのパッケージが乗りこなせていないということなんでしょうか。それでもこの第4戦の決勝ヒートは隊列になんとか食らいついていますので、ちょっとセッティングを変えてきたかもしれませんね。このドライバーモティーズのカラーのこのレーシングウェアに身を包んでおりまして、非常にねかっこいい出だしとなっております。ちなみに特技はどこでも寝れることです。まあ、そんな感じしますね。非常にマイペースなドライバーという印象があります秋葉瀬奈。でも速いスピードレンジでいい勝負をするのがこの秋葉瀬奈。今日はちょっとなかなかペースが上がってこないですけど、まあこんな日もあるよねということになるかと思います。その FS125 弱部門決勝ヒートシリーズ第4戦、先頭の2台まだオーダー変わらないまま周回は残り13ラップという形になります。まあ、おそらくこれ先ほどと同じ展開で2番手の伊藤瀬奈はもうこのまま後ろを一生懸命引き離し、レース残り少なくなったところで仕掛けるということになるのではないでしょうか。まあ、なんといっても今3番手も走っております22号車坂井翔太、今日全体を通しましてこの FS125 弱部門いい走りをしておりますので、この坂井翔太を引き離しておきたいという気持ちあるのではないでしょうか。さあそして今5番手争い6コーナー、5番手争い6コーナー、これが25号車の松本ルッテと16号車の佐藤心。今そんな中で25号車の松本が5番手ポジションは守っておりますが、さあこの佐藤心が1コーナー飛び込む、ちょっとこの2人危なくないですか、大丈夫ですか。松本ルッテももうかなりこの佐藤心を意識しているように見えます。マシンをちょっと揺らしながらブレーキングをしていきますからね、ちょっと危ないな、そんな気がしますけれども、さあここで4コーナーインが飛び込んだ松本に対しまして、佐藤は一旦ここは下がりました。佐藤心、さあ佐藤心は一旦ここで下がりましたが、6コーナー当然飛び込んでくる、それをちょっと塞いでいく松本、大丈夫でしょうか。これちょっとねこのままヒートをしていくと何か接触がありそうな気がしてなりませんけれども、そうこうしているうちに、ね、後ろが追いついてきました。8番手の34号車岡澤圭吾はもうこれは完全に追いついてきましたよね。さあ岡澤圭吾、そしてその後ろ今川下健太に変わりました。1コーナー、そして塩田総一郎という形でこの辺りのドライバーたちが、松本るきと25号車と16号車佐藤心、これが5番手6番手このドライバーに完全についていきました。さあ追いついていきまして、そしてもう佐藤心をかわしましたね。岡澤圭吾が追いついた途端に佐藤心をかわしました。16号車かわしまして、34号車岡澤圭吾が前に出ました。さあこれで現在5番手は25号車松本るきとモナコが立ち上がってきます。松本るきとの後ろにとうとう岡澤圭吾34号車が追いついてまいりました。さあ佐藤心はどう動くか、そしてその後ろには川福健太だ。さあこの辺りがどう動いていくのか、レースは残り10ラップ、レースは残り10ラップ。さあ一旦このセカンドグループの集団は25号車の松本るきととなりまして、その後ろには岡澤圭吾、そして佐藤心、川福健太と続く形になりました。その後ろ塩田総一郎、人見翔も秋葉瀬奈もこの集団です。さあ岡澤圭吾はそろそろ動いてくるんではないでしょうか。34号車岡澤圭吾、さあしかしそれより先に佐藤心が動くか、マシンを少し反射芯ずらしました。1コーナー、しかしここは飛び込むことができません。これは後ろへの牽
牽制でしょうか。さあ佐藤心、かなりね好戦的なドライバーですから。さあその佐藤心の前には岡澤慶吾、後ろには川福健太となっております。レースは残り9ラップ。さあ女性ドライバー佐藤心がこの4名の中でどんな走りを見せてくれるのか。目の前には岡澤慶吾、これはね同年代かなり近いドライバーですね。その前には松本るきと、そして後ろには川福健太となっております。さあ FS125 ジャフ部門第4戦決勝ヒット周回数残りは8ラップ。先頭の2台はやはりまだオーダー変わりません。先頭11号車佐藤柚月、そして2番手には50号車伊藤瀬奈、そしてもうすっかりこれは離されてしまいました。3番手に22号車の酒井翔太、そして4番手中尾もこれは距離が離れてしまいました。ここからの巻き返しは残りの周回7ラップを考えても難しいかもしれません。それでも中尾は全く諦めていません。なんとかタイムをひねり出そうとマシンを体染めていきまして、風の抵抗を少しでも減らそうと試みます。さあそんな中先頭の11号車佐藤柚月がレースファステストを更新していく、まあ、といいましても先頭の2台はもうほぼ同タイムです。先頭の佐藤柚月、そして2番手の伊藤瀬奈、ベストラップは43秒1ということで、ベストラップは横並び、伊藤瀬奈も全く離されません。この距離感を見ますと伊藤瀬奈は少し余裕があるのかもしれません。さあその余裕がありそうな伊藤瀬奈が残り何周で仕掛けていくのか、やはり残り3周あたりなんでしょうか。さあそして今5番手争いのところ、5番手争い変わらず25号車松本が5番手なのは変わらないんですが、後ろが少し変わってますね。佐藤心が上がってきまして、岡澤慶吾が合わされて、その後ろ川福健太というオーダーになっております。そしてその後ろ塩田総一郎と人見翔馬が少し集団から離れてしまった。さあそして6コーナー松本も25号車松本も後ろをかなり気にする走り、そのすぐ後ろに佐藤心ガンガンに攻めていきます。そしてその隙を狙っていきたい34号車岡澤慶吾。レースは残り5ラップ、もうホームストレート進入からお互いのポジションを調整する心理戦が始まっているんでしょう。さあ先頭の2台は動くそぶりがありません。となるとやはり5番手争いがこの後起きてくる可能性が高いでしょう。現在5番手は松本るきと25号車、その後ろには佐藤心。さあ動くか、6コーナー飛び込んだ佐藤心、マシンを抑えまして、あちょっと松本るきと接触があったか、フェアリングが落ちてないか心配になるところ。さあそしてモナコでは岡澤慶吾変わらずポジションキープ、これで5番手がとうとう入れ替わりました。さあ5番手が佐藤心、6番手には松本るきと、そしてその後ろには岡澤慶吾34号車、そして川福健太というオーダーです。レースは残り5ラップ、レースは残り5ラップで、あこれは4コーナーで松本るきとがインドは飛び込んで佐藤心、それをトレイで狙っていく岡澤慶吾、佐藤心は一気にポジションを3つ落とす。さあ6コーナーで今5番手は松本、その後ろ、いやここで川福健太が立ち上がりライン取りましてポジションを上げてまいりました。松本るきとが5番手、そして6番手川福健太、7番手岡澤慶吾、その後ろに佐藤心。しかしここで川福健太が1コーナー飛び込んで、川福健太が1コーナー飛び込んでいく。さあこれで川福健太は5番手上がってきた。川福健太が5番手集団の先頭に躍り出ました。さあ先頭はこの集団のセカンドグループの集団先頭川福健太に変わりまして、しかしここで6コーナー松本かな、さあ松本るきとが川福健太、さらにインが飛び込んで再び5番手はこの松本るきと、その後ろに川福健太、そしてその後ろ岡澤慶吾、
佐藤心、そして塩田総一郎もなんとかこの集団に再び加わってきました。ただ今日塩田総一郎はちょっと苦しい。さあこれで残りは2ラップ、先頭の2人はもうすっかり離れてしまいました。先頭は11号車佐藤柚月、2番手50号車伊藤瀬奈。伊藤瀬奈途中までかなり前線をしておりましたけれども、一気にタイムが出なくなってきました。さあこれで先頭の11号車佐藤柚月がファイナルラップ、ファイナルラップへと入ってまいりました。さあこれで11号車佐藤柚月がファイナルラップ2番手、50号車伊藤瀬奈、3番手が22号車酒井翔太、そして5番手争いがやはりまだちょっとハラハラしますが、今ホームストレートちょっと楽しそうです。先頭がこの集団グループの先頭は松本力人に代わりまして、その後ろ岡澤圭吾、それでもこれだけバトルをして誰もドロップしませんからね。さあさすが FS125 弱部門というところではないでしょうか。さあそんな中先頭は戻ってまいりました。ポール2ウィンとなりまして、ゼッケンナンバー11番佐藤柚月が今トップチェッカーです。そして2番手には伊藤瀬奈、あとそして今3番手は酒井翔太、4番手中尾、そして5番手は今モナコで2台が接触。5番手立ち上がってまいりましたのは松本力斗。